床はですね、青く目立つところはなくなりましたね。今回はお風呂のバスタブの内側につく青い汚れ、銅石鹸を落としていこうかなと思っております。青というか緑がかった黒っぽい色をしてますけれども、この2箇所ポツポツとありますけれども、結構色が濃いですね。穴の下ですね、穴の下のところ、ここはしっかりとした青色がついてますね。では始めていきますが、まず最初に使う洗剤はですね、こちらです。モテニカズやカビ取りジェルスプレー、つけてしばらく放置してあげないといけないんですけれども、このカビ取りジェルスプレーだったらペーパーで湿布したりする必要もないですし、壁面にですね液を留めておくのが簡単ですから。これでとりあえず15分ぐらい放置します。はい、あれから15分ほど経過しました。流す前に一旦ですねブラシ洗いを入れますね。はい、ではシャワーで流していきます。次の工程はこの残った銅石鹸をですね落としていくということになりますね。次に何を使うかというと、こちらです。モテニカズやサビ落としです。これをですね残った銅石鹸に吹きかけていきます。はい、はい、ある程度吹きかけたらですねペーパーで塗り伸ばしていきます。まずは30分ぐらい放置します。はい、25分近く経過しました。ここで一旦ですねシャワーですすぎます。青っぽい汚れがですねより黒っぽくなってますね。青い感じはなくて黒っぽくなりましたよね。穴の下のところも同じくそうですね。次の工程はですねまたモテニカズやカビ取りジェルスプレーをかけていきます。ひとまずですね30分間ほど放置して、30分後どうなっているか様子をお見せします。はい、あれから30分ほど経過しました。一度黒くなってからですね綺麗に落としていくといった感じなんですよね。最初にあった青い汚れのところもどこかわからないぐらいにだいぶ落ちてはきていますよね。では引き続きですねこのまま放置をしていきたいと思うんですけれども、黒みが濃いところにはですね追加してカビ取りジェルをですねスプレーしていこうと思います。こういったところですね、このままですね1時間半ほどとりあえず放置をして、放置後どうなったのかまた後でですねお見せしますね。はい、あれから1時間半ほど経過しました。ご覧の通り黒みはだいぶ取れてきたんですけれども、床はですね青く目立つところはなくなりましたね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。